皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はスガッティが我が子に宛てた親父の小言的子育て論、生きるテーマと生きた証の第18弾になりますかね。今日も楽しい嬉しいを操る子育て法ということで、やる気スイッチをテーマにですね、脳科学の観点からちょっと皆さんと一緒に子育てを考えてみたいかなと思うんですけれども、前回と同様ちょっとだけこの脳科学の問題をですね、皆さんと一緒に学んでみたいかなと思うんです。なんでかっていうと、やっぱり子育てってこういった心理戦みたいなところがあると思うんですよね。なので我が子のね、こういったやる気スイッチをですね、いかにコントロールして、いかに掌握して、いかに操れるかが親としてのね、子育ての醍醐味なんじゃないかなと思いますので、やっぱりそのためにはね、この脳の仕組みというか、考え方とか心理とか、そういったものの仕組みを知ることって非常に大事なんじゃないかなと思います。なので皆さんもこれ、子育てだけじゃなくてね、会社でのお仕事とか、あとは恋人との、まあ、恋愛の駆け引きというかね、心理戦ですよね、恋愛もね、そういったものもろもろに役立つと思いますので、ぜひ最後までお見逃しなくお付き合いください。そしてもしですね、スガッティも別に脳科学の専門家じゃないですから、間違いとか足りない部分とかありましたらですね、優しくコメント欄の方でご指摘していただけると助かります。はい、それでは本文に入りたいと思うんですけれども、意味記憶とエピソード記憶。数年前から歴女なんていうね、女性が話題になっています。どうやら元来女性は歴史にあまり興味を持ちにくい性質があるのかもしれませんよね。ある歴史好きの友人がスガッティに言いました。なんで日本の歴史教育がつまらないかっていうと、それは年表や名称の丸暗記だから。歴史の教科書を歴史漫画のような構成にすれば、もっと子供たちも楽しく学べるはずだっていうふうに言ってくれたんですよね。とても頷ける意見だと思うんですよ。年表の羅列の丸暗記なんて、100人中99人以上が絶対的にこれ退屈と感じるでしょうね。我々の脳の記憶にはですね、いくつか種類がありまして、主にざっくり分けて、試験勉強とか知識の詰め込みのような学習に使う意味記憶っていう機能、これ丸暗記とかもこれ意味記憶なんですね。例えば皆さんも、なんだろう、なんかのね、番号を、8桁ぐらいのさ、番号を覚えようと思って 3.14159265 とかね、今スガッティが言った言葉をパッと覚えてください。 3.14159265 これまあ10桁ぐらいかな、11桁ぐらいかな、この数字をねパッと覚えて、で次に15926539、これを覚えてくださいとかって言われると、もう次の番号は15926538979は覚えてるんだけど、その前の何だったっけなみたいな感じで、これすぐ忘れちゃったりするんですね。直前のものは割と覚えてるんだけど、もう数秒するともうその前のものを忘れちゃったりするんですよ。これ意味記憶の特徴なんですね。そういった意味記憶と、あと例えば子供の頃の経験とかね、嬉しかった出来事とかね、あと美味しかった料理屋さんとかね、嫌な思い出とか、そういうのを記憶するエピソード記憶っていうのが、この二つが代表的なんですね。意味記憶とエピソード記憶。例えば漫画とか小説とか映画とか見てね、その内容を覚えているのもこのエピソード記憶の機能なんですね。そして私たち人間の平均的な記憶力っていうのは、20分後には 40% を忘れ、1日経つと 70% を忘れるように作られてるんですよ。単純計算で100通りのね、年表を覚えたとしましょう。だとしてもそのうちの40個を20分後には忘れちゃうってこと。まあ、厳密に言うとね、これ忘れちゃうっていうのとちょっと違くて、なんかさ、忘れちゃうっていうとまるでね、この脳の中から記憶の中からポーンと飛んじゃって、もう一切ね、防止して二度と復旧できないみたいな勘違いしがちですが、正確にはね、思い出しにくくなるっていうね、表現の方が適してるんじゃないかなと思うんです。記憶の司令塔、海馬。皆さんも経験あると思うんですけれども、一日寝て起きたら嫌なことも忘れてさっぱりした気持ちにリフレッシュなんていうことね、ありますよね。はい。もちろん、それっていうのは記憶喪失みたいにね、たった一夜で昨日のあんな嫌な思い出が捨て去られたわけじゃないわけですよね。これは、思い出しにくく心の奥深くに閉じ込められているっていうことなんですよ。それを我々人間は気持ちの整理っていうね、表現をしたりします。記憶を司るこの海馬っていうね、機能、これは絶えず働いてるんですね。ずっと働いてんの。どうやって働いてるかっていうと、起きてる時はもうあらゆることをインプットしまくって、あそこにこんな看板があったなとか、あの子がこんな言い方したなとかね、そういうのをあらゆる情報をインプットしまくって、いるものいらないものをですね、仕分けする作業、これずっと仕分けし続けてるんですよ。これをね、海馬っていう、ちょっと画像、さっきの画像を見ましょうか。はい、
これが海馬ね。ここのところにピューってある。これが記憶を司る脳の機能なんですね。もう常に起きてる時間中、こう、情報をインプットして、それいるもの、いらないものを、こう、あ、これいるな、これいらないな、とかって、事業仕分けしてるんですね。そして、寝ている時もですね、この海馬さん、その、起きていた頃に見たもの、聞いたもの、触ったもの、すべての情報をですね、整理しているんですよ。ずっと仕分けしてんの。嫌な思いをした日は、寝る前にそのことを思い出しちゃって、なかなか眠れなかったりとかありますよね。それっていうのは、掃除、すなわちこの整理ね、寝てる間に整理しようと思っている、その準備を脳の方でしているんですよ。そして、いざ眠りにつくと、海馬は、なんかお掃除ロボットのね、ルンバみたいに、これ自動運転に切り替わって、今日あった出来事と、そして過去の記憶とをすり合わせて、解決しやすい位置にこう片付けてくれるんです。ここに置いとくと、楽になるな、みたいな感じでね。嫌な記憶は柔らかなソファーの上に置いてくれたりね。で、覚えとかなきゃいけないなっていうものは、こうテーブルの上に目立つところにポンと置いといてくれたりね。そういう片付けの整理をね、寝てる間もしてくれる。それが海馬さんなんですよ。けなげでしょ？そうすると、一夜明けて目覚めると、昨日あれほど悩んでたのがなんかバカバカしくなるぐらい、もうキュッと立ち直れたりするんですね。それっていうのはこの海馬くんのおかげなんです。そうやって、すぐにね、思い出しやすい引き出しに片付けるのも、奥へ閉じ込めてね、見えないように忘れようとするのも、記憶の司令塔である、海馬くんのさじ加減ってことなんです。問題解決が得意な人っていうのは、とにかくよく寝て、このお掃除上手な海馬くんを養っている人のことなんですね。だから、睡眠って、とても重要なんです。特に子供はほら、1日10時間以上寝るでしょ？それっていうのは、やっぱりその日の記憶を、たっぷりたっぷりね、お掃除して片付けないと、子供っていうのはほら、新しい情報がどん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 入ってくるじゃないですか。だから、お掃除も大変なんですよね。整理整頓が、新しい情報が多いと。やっぱり、仕分けも時間かかっちゃうんですよ。だから子供は寝る時間が大事なんですよね。好きこそ物の上手なれ。では、この海馬くんは、記憶を整理整頓する際、何を基準にいるものなのか、いらないものなのかっていうね、判断しながら仕分けしているかっていう話をしますね。実は、この司令塔の海馬さん、とっても感情に左右されやすいっていう性格なんですよ。なんでかっていうと、感情を識別する扁桃体っていうね、機能と、隣同士ぴったり密着して、扁桃体の影響をね、強く受けて、揺れ動かされてるからなんですよ。もう一回画像で見てみますね。ほら、ここにね、桃の種みたいなのがあるんですけれども、これがね、扁桃体っていうね、機能なんですね。これとぴったりくっついて、むしろ、なんなら、こっからピョーって出てるぐらい、この海馬っていうのがありますよね。扁桃体の影響を受けてるというか、もう、起点になってるんですよ。感情が。あ、答え言っちゃったけど、そう。この扁桃体っていうのは、もう、不快とか、嫌いとか、逆に、嬉しいとか、楽しいとか、そういった感情をですね、感じる部分。そしてそこを起点に記憶の整理をしてんの。扁桃体っていうのはね、ズバリ、快や不快を感知する好き嫌いの感受性のことなんです。これを決めてるんですね。あ、この匂い嫌いだなとか、あいつ嫌だなとかね、このお仕事好きなんだよなとかね、この食べ物苦手だなとか、そういうね、感受性を司っているのがこの扁桃体って、あの丸いぽっちりしたね、ちっちゃな種みたいなのが、あそこでこれを感知してるんです。で、その感情と記憶っていうのは常に二人三脚で実は連動してるんですね。心が震えるほど感動すると、その記憶っていうのはね、海馬によりブックマーク、まあフォルダ分けみたいなのをしてね、つまりお気に入り登録みたいなのをされるってわけ。だから好きなこととかびっくりした情報とかね、興味深いことには集中力が働くんですね。また逆に嫌な出来事とかね、あそこ危ないよな、もう近寄らないでこうとかね、恐怖体験とか痛い思い出とかね、そういう強烈に記憶に焼き付くのも、それもやっぱり海馬さん、あそこは危ないからこういう記憶がねあって、あー、おっかなかったなとか怖かったなとかっていうのがあると、海馬さんはその怖いものフォルダーみたいなのに仕分けしとくんですよ。さあ、ここで話をですね、冒頭の歴史年表の暗記に戻します。意味記憶の年表暗記がなんで思い出しにくいかわかりますよね。それはそこに感受性が働かないからなんです。より覚えやすいっていうのは、やっぱり感情が揺れ動くエピソード記憶なんですね。歴史好きの人の多くは、ゲームとか漫画とか小説がきっかけだったりするもんなんですよ。なんでかっていうと、心を揺れ動かされるほどの感動とか感激をしたからなんです。教科書がきっかけで歴史が好きになりましたっていう人、あんまり実はいないんですよ。教科書って淡々と書かれているから、つまらなくつまらなく見せるもんなんですね、教科書って。感動は快感でもありますから、決して忘れないどころか、脳内モルフィネ、これ前回前々回でお話ししましたね。この快楽物質です。この快楽物質のスイッチが入って、
もっと知りたい、もっと欲しいっていうね、この欲求を覚えるんです。みんな誰もがこの脳内快楽物質ベータエンドルフィン、これが脳内モルヒネの正体なんですけども、これの虜なんですよね。だからモチベーションっていうのはこの扁桃体の感じ方次第なんですね。やる気スイッチの正体であるこの脳内モルヒネ、これから得られる快楽っていう感覚が、感情を識別する扁桃体によってこれは好き楽しいって判断されて、で司令塔のカイバ君が使いやすくね、分かりやすい位置に整理整頓してくれるんですよ。だから次はもっと上手にできる、そして上手にできると楽しい嬉しい、そしてまたやりたくなる、そして上達できる、さらに上を目指したくなる。なんでかというと、もっと強烈なモルヒネが欲しいからですよね。これもう虜なんですよ。中毒なの、人間はみんな。最初に言ったね、スガッティの数字の羅列 3.141592653 っていうね、あれはまあ勘のいい人はわかると思うけど、あれ円周率なんですよ。スガッティ無感情でね、 3.141592653 って言いました。その数字20秒とかね、1時間ぐらいはもしかしたら覚えていられるかもしれないけど、じゃあ次にこの番号を覚えてください。 89793238462643384338、 これを覚えてくださいって言われると、また最新の数字はもしかしたらね、皆さんも今耳にパーンと入ったかもしれない。でもその1個前ってもう忘れちゃうんですよ。忘れるのも大事だから、それはカイバ君がよく知ってるんですね。いちいち忘れないと新しい情報を覚えられないからなんですよ。だからそうやって起きてる時もカイバ君はもう1個前のいらないなっつって、もう一番最新の情報数字を覚えようとするんですね。だから歴史年表なんかも、あんなものを1日経てば 70% 忘れちゃうんだから楽しいわけないんですよ。でもね、あの覚え方をさ、いい国作ろう鎌倉幕府とかね、そうやってリズムとか物語みたいにして、ほら、なんだっけあれ、覚えやすい歌みたいにしてるじゃないですか。そうすることでメロディーとか、あとはその文字の背景ですよね。いい国作ろうってどういう国だったんだろう、鎌倉幕府ってっていうようなね、興味をそそるような語呂合わせにすることで、覚える、なんて言うんだろう、覚えやすくする工夫をしてるわけですよね、人間ってね。そうすると覚えられると達成感を得て、あーやった覚えられた、100点取った、80点取った、嬉しいな、この達成感がやる気スイッチの答えですもんね、正体。そうすると、あ、好きになった、俺これ得意だなとかね、それ好きになると、この扁桃体が、あ、これ自分覚えるべき情報ですよって言ってカイバさんにパスするわけですよね。そうするとカイバさんの方でフォルダ分けしてくれて、覚えやすくしてくれるわけなんですよね。こういった仕組みが理解できると、子育てってすごく楽しいし、とっても興味深いんですよ。まあね、まあ国によってはね、この感情と記憶の相関関係を悪用して、怒りや悲しみといった負の感情を操って煽って、そして記憶のね、捏造を政策にしたりしている国もあったりしますよね。それでは何もプラスに進展しないじゃないですか。正しい歴史認識なんてできるはずないですよね。歴史認識の記憶の捏造をしちゃってるわけですからね。だからまあこういった歴史教育もあるし、これって覚えやすいですよね。怒りとか憎しみとか悲しみから覚える歴史だから覚えやすいんだけれども、それって捏造だったりもするんですよ。だからわざとね、歴史教育ってまあ、淡々と無感情な感じでね、進められるんでしょうけれども、あれだとやっぱりね、覚えらんないんですよね。やっぱりこういう感情を紐付けないと、カイバさんってやっぱりいい位置に置いてくれないんですよね。はい、ここにインターネットにね、こういうイラストがあったので紹介しておきましょう。こういったね、難しい勉強をしている時っていうのはもう苦痛でしかないんですよね。だけども、あ、わかったみたいなね、あ、覚えられたとか、このように問題が解けたり覚えられたりすると嬉しいじゃないですか。そうすると嬉しいっていうのは、つまり楽しいってことだって脳の方で、カイバ君の方でこう処理しやすくしてくれるんですね。嬉しいとか楽しいって感じると同時に働くのがこのドーパミン、この脳内モルヒネ、快楽物質ですよね。そうするとまた楽しいと感じたくなるので、勉強のやる気が出てくるっていうことなんですね。この仕組みを子育てに活かしてほしいかなと思ってるんです。まあ、今回ちょっと長くなってしまいましたが、動画の最後にですね、こちらは2017年にですね、マリノさんが8歳の頃ですか、描いた絵なんですけれども、ピカソっぽいモナリザっていうことで、まあ、スガッティの方からね、ちょっとモナリザをピカソっぽくちょっと描いてみたらどうなんて言って、提案してみましたところ、マリノさんもとてもね、前向きに、おー、やってみたいなんつって、まあ、モナリザと、そしてピカソっぽい絵とですね、いろいろこう、見ながら、まあ、自分なりに描いた絵なんですね。とても、うまくね、表現できてるんじゃないかなと思うんですよね。これを、まあ、仕上がるまでのですね、タイムラプス動画をご覧いただきながらですね、締めのお話をしようと思うんですけれども、先週かな、あの、スガッティ NHK の大好きな番組で、チコちゃんに叱られるっていうね、番組があるんですけれども、いろんな雑学を教えてくれる番組なんですよ。で、その番組で、
ほら、よくさ、ジョギングしたり、ウォーキングしたりしてる人が、イヤホンで音楽聴きながらやってますよね。まあ、ジョギングとかウォーキングに限らず、あとはほら、筋トレとか、シャドーボクシングとかね、ボクサーがさ、サンドバッグ叩きながらこう、イヤホンで聴いてたりとかするじゃないですか。なんで、ジョギングとかウォーキングする人って、イヤホンで音楽を聴くと思いますか？もちろんね、そう、リズムって思った人いるでしょ？こう、リズムよくこう、走るためとかね。それって、もちろんね、一理あるんですよ。例えばさ、Yesterday, all my troubles are so far away なんてね、聞きながら、ジョギングできないんですよね。ああ、川の流れのように、なんて聞きながら、サンドバッグ叩いても強くなれないんですよ。やっぱリズムって大事ですよね。やっぱりね、ジョギングしたりさ、サンドバッグ叩くんだったら、アップビートな音楽じゃないとダメでしょ？そのチコちゃんのね、番組でも、教えてくれてたんですよ。あの、ウォーキングね、ジョギングじゃなくて、ウォーキングに一番ね、心地よい音楽っていうのは、1分間に120拍前後っていうのがね、最も心地よいリズムなんだそうです。歩くのに。例えばですけども、恋するフォーチュンクッキーあるじゃないですか。あのメロディーで歩くと、とてもテンポよく歩けるんですって。面白いですよね。で、逆に、さっきスガッティがちょっと歌った、Yesterday ね。Yesterday。All my troubles are so far away ってね、このリズムっていうのは安全運転にとても効果的なんですって。やっぱりね、こうゆっくりテンポの曲っていうのは心臓心拍数上げないですから、ゆったりしますんでね、落ち着いた運転ができるんですって。だから川の流れのようにとかね、そういうのもいいんでしょうね。あー日本のどこかにとかね、そういう桃江ちゃんの歌とか、ああいうのもいいんでしょうね。でね、走る時とか、急いでね、こう現場に向かわなきゃいけない時とか、そういう時におすすめなのは、生き物がかりさんのジョイフルがおすすめなんだそうです。でね、スガッティは、マリノさんがね、小学校の持久走大会の練習をするときね、朝、こう一緒に走ったんですよ。その時に、キャリーパミパミの、つけまつけるのね、リズムで走りなさいって言ったの。そうやって教えたんですよね。つけまつけまつげまつけって、なんとかちょんとかつけて、とかってね。つけまつけまつけまつけって、そのリフレインでずっと走りなさいって言ったの。ちょっと120拍よりも若干早いんですね。つけまの歌はね。走るのにちょうどいいんですよ。でもね、走る人が音楽聴くのは、そのリズム、テンポだけが答えじゃないんですね。どうして走る人はイヤホンをつけてるか。ヒントは今日のテーマと同じなんですよ。何かっていうと、答えはですね、疲労感とか辛さ、それを麻痺させる効果が音楽にはあるんですね。かき消してくれるんですって。走ると汗が出ますよね。あとは汗出たり心拍数が上がったりするじゃないですか。汗が出たり心拍数がアップすると、これノルアドレナリンっていうね、攻撃本能の分泌物が出ちゃうんですね、脳の方から。そうするとそれはイライラしちゃったり辛いって思ったり SOS を出しちゃうんですよ。これ以上疲れたら体に疲労感が溜まるよとかね、もう走んない方がいいよ、そんなに走ったら疲れちゃうよみたいなね、その SOS を出すんですね。そのノルアドレナリンの SOS ももちろん大事なんですよ。こんなに熱いものを触ったら火傷するよとかね、こんなに痛いものを触ったら怪我するよとかね、そういう SOS ももちろん人間は大事なんですが、でもやっぱりほらジョギング続けたいじゃないですか。そこで音楽を聴くとね、好きな音楽を聴くと、あこのアーティスト大好き、あこの曲大好きってね、その曲に合わせてさ、こうグルーブって言うんだけど、体が動きますよね。自然に動くんですよ。好きな音楽を聴くとね。そうすると辛いとか疲れたっていうね、ノルアドレナリンではなくて、もう運動はやめよう、逃げようっていうノルアドレナリンではなくて、もっと続けたい、もっと走りたいっていうね、ドーパミンが勝ってくれるんですね。ノルアドレナリンを打ち消してくれるんですよ。だから運動をより長く続けることができるんですね。音楽を聴くことで快楽物質のドーパミンが分泌して、脳から疲れたなら休みなさいの SOS の指令が感じにくくなって、そして楽しい前向きな運動を続けられるっていうね、ことができるんです。だから、マリノさんにはね、絵を描くときいつでもバッハの音楽を聴かせていました。マリノさんも覚えてると思うけど、勉強するときもパパちゃんはバッハ聴いてなさいって言うでしょ？でも最近はね、マリノさんが自分で選んだ好きな曲を聴いてるよね。やっぱりこれ聴きなさいって聞かされるよりも、自分が好きな曲を聴いた方がいいと思うから、パパちゃんは別にそれは止めないけども、自分で曲を選べないぐらいのね、ちっちゃい頃はパパちゃんはバッハを聴かせてたの。で、マリノさんはそうね、5年生、6年生ぐらいから、ちょっとまあ、反抗期みたいになって、パパちゃんがこれ聴きなさいって言っても違う音楽聴くようになったりして、まあそれはいいんだけど、まあね、スピッツとかさ、そういうのが好きだったりしたよね。それは全然いいんだけど、そこから、どんどんね、なんていうかな、
まあ YouTube で、まあ変な動画とか見ながら勉強するようになってった。ほら、YouTube は音楽だけじゃなくてね、主に動画だから。そうすると、動画見ながら気が散って勉強する。動画はね、やっぱり目もその YouTube の方に行ってしまうから、勉強の筆が止まっちゃうんだよね。あれが良くない。音楽は、目はさ、勉強の方に向けられるから、だから、害がないんですよね。だから、中学に行って、やっぱりそうやって動画見ながら勉強する癖がついちゃってるようで、自宅に帰ってきても、やっぱりちょっと勉強がね、進まないのが分かったでしょ？だから、スガッティはこの3学期から、前野さんはまたリビングで勉強するように言いましてね。やっぱこれが効果的だと思うんですよ。リビングで勉強しながら、好きな音楽をね、こう流しながら勉強するように、親としてもサポートするようにしました。そしたらびっくりするぐらい勉強をはかどったでしょ？やっぱりね、テレビとか YouTube を見るんじゃなくて、音楽を聴きながら勉強するっていうのがとても効果的なんですね。まあ、ラジオでも悪くはないんだけど、やっぱり音楽の方がいいでしょうね。ぜひ皆さんも子育てに応用してみていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。